ラジオネーム、そうめんラーメンさん。ありがとうございます。今日初めて小籔さんのラジオを聞くのですが、あえてきつめのことを言ってリスナーを盛り上げる、そういうスタイルのラジオだと理解していいですか？本当にわかりません。教えてください。みたいな。ね、いや全然わからなくて大丈夫ですし、まあ僕が思ってることをそのまま言ってるだけですので、別にあえてきつめのことを言ってるわけじゃないです。逆に、他のタレントさんとかがあえて優しいことばっかり言ってるような僕は気がするんですよね。ね、あえて感は僕は逆にないです。あえて感があるのは、その他の方々じゃないでしょうか。まあもちろん、心の中から真っ白で、本当にあえてを使わずにいいことばっかり、素敵なことばっかり、ね、好感度上がりそうなことばっかり言うてる人もおると思いますよ。でも、あえて感は、それは僕より、そのね、他の方でしょう。まあ、例えばって、その、ディレクターが言われましたけども、そこまで僕、とんがってないので、その、誰々みたいにとか、そんな言えないですけど、まあそうですね、僕の、まあ、スタイルが、ある程度、こう、確立というか、この方向でいこうかなと思ったきっかけっていうのが何回かありましてですね。僕は、漫才師してまして、8年ぐらいですかね、20歳ぐらいからやってまして、で、僕、この世界入る前から付き合ってる彼女がおったんです。で、この彼女、今の嫁なんですけど、この彼女と、まあ、つけて2年ぐらいでこの人と結婚したのは思ったんですけど、まあ、その時は21ぐらいやったので、まあ、あとギャラが10万が上がったら、あとギャラが10万上がったら結婚しようと思ったんですけど、なかなかまあ、その上がらず。で、引っ張ってしまった時に相方が、サッカーやるからやめろって言ってやめたんですよね。だから職を失ったらどうしよう。ほんじゃ僕は、まあ、できれば、手堅いお仕事、なんかね、サラリーマンとか探して慣れたらなって、結婚しようかなと思って、で、やめようと思ってたんですけど、本当に野生爆弾のロッシーとか、シャンプーハットの小出水が、僕がやめるというのを聞きつけて、やめんな、やめんな、なんてね、本当夜通し説得してくれたり、またタムケンさんとか、バファローゴロー A さんとか、本当に今、修二の嫁はんね、野々村さんとか、本当にたくさんの人がですね、もう毎日飲みに連れてくれて、やめんな、やめんな、言ってくださったんですよ。なので、じゃあ、こんな A 人に囲まれた職場ないなと思って、で、一年だけちょっとやらせてもらいたいねんけど、嫁はんと。結婚はするけど、席は入れるけど、もう一年だけやっていいかな、みたいな。ね、いいよ、みたいになって。だから僕は、この世界の人らと仕事したいと思っただけやから、別にその芸人続けたいとか言う気はあんまなく、ね、相方に、お前おもんないねんって言われたようなもんじゃないですか。僕はネタ考えてたし、僕はボケてたのに、うん、こいつには商品価値がないって言われたわけですよね。一番そばですから、第三者も見てますが、大ホームランも見てるはずのやつに商品価値がないって言われたってことは、ああ、俺やっぱ無理やったんやな。で、だいぶ心がボキボキボキって折れてましたから、芸人やり続けたいなんて思ってなかったんですけど、なので、吉本新喜劇という企業に勤めたぐらいの気持ちでやってたので、もう今ははっきり言うとおもろいことを言うな。その代わりお金いっぱいあげるって言われたら僕絶対そっち選ぶし、一生テレビ出られへんぞ。その代わり吉本が、いっぱいお金あげようってなった。僕それを選ぶ、ぐらいやったんですよね。で、どうしたらいいのかな、みたいなのになった時に、まあ、ナルトモとか出させてもらってたらですね、本当に、心根がすごいね。また山口もやさんとかもいらっしゃるんですよね。ほんなら、こう、みんなが何か起きた時に、すごい優しいことを、基本的にテレビで言うじゃないですか、みんなね。で、山口もやさんは、本当にいい人です、あの人は。心真っ白の人ですよ。わーんとあんな可愛い顔で、綺麗なボディライン、そして優しい声で、ほんまにええとこの頃の育ちのいい、優しいファラファラファラっていうコメントを横で聞いたときに、好感度いい勝負したら、俺絶対負けるなと思ったんですよ。好感度を取りに行くタレント、好感度タレントという競技に、俺は行くべきじゃないと思ったんですね。そんなところで金メダルどころか、日本代表無理やし、まあ、その、公立高校のレギュラーだって無理やと思ったから、こんな顔面して声も汚い、発想も悪ければ、心の中もひん曲がってる、山口萌えに語れへんのと俺こっち行ってもしゃあないなってうっすら思ってた時に、参拝者さん行ったんですよね。カメラ切ってもらってたら、僕よりちょっと年上のお姉さんですかね。小籔さんって、高人と会ったことありますとか言われて、ああ、何度か、ありますよ、番組で、呼んでもらって、とか。そうです、どんな人なんですかって言うから、いや、楽屋で挨拶した以外はオンエアでちょっと喋るぐらいなんで、どんな人かわかんないですけどね。まあ、楽屋挨拶行ったりとかしたら、僕ごときでも、あ、よろ、お願いします。ちょっとピコって頭下げ張るような人ですからね。とかしたら、そうなんですか。私ね、高人めっちゃ嫌いなんですよ。
もう高知人ほんま腹立つわ、思ってね。で、まあ、東京の方だとか知らないと思いますけど、関西のローカルの番組とかで、ね、を見て、その散髪屋のお姉さんは言うんですけど、だってね、高知人ってね、今度始まるドラマの視聴率とか予想するじゃないですか。私ら視聴率知らんし。なんなんあの偉そうな。ほんで、おもろいこと言うてんのかな思ったら、全然おもろいこと言うてへんしね。ほんで、この芸人、今ブレイクしてる芸人、来年には消えるとか、これは残るとか予想するじゃないですか。どの目線で言うてんのとか思うんですよ、みたいな。そんなんかわいそうに、一発屋芸人でとか、今、あの一発屋芸人は、とか。で、こいつなんぼもろてるやろとか予想とか。もうそんなげっすい話ばっかりするし、もうね、おもろないし、私、高地めっちゃ嫌いなんですよ。でも、高地の番組は全部見てまうんですけどね、って言ったとき、僕、心の中でパンでなんか弾けて、あ、そうなんみたいな。嫌われてても、見る人おんねや、っていうか。なんか、好かれようと、みんなしてるけど、僕は別に、呼ばれてんのははっきり言って言うたら悪いですけど、視聴者の方に呼ばれてるわけじゃないし、局の人が、編成の人が、プロデューサーが、あいつをこの番組に入れたら、この番組面白くなるんじゃないかとか、あいつをここに置いたら、良くなるんじゃないかっていうことですもんね。ってなった時、あ、嫌われても、でも高人さんってめっちゃ番組ね、当ててますし、大金持ちですよ。ほんだら僕はもうおもろいと思っていらんし、世間の人に芸人と思っていらんと思っているわけですから、あ、なるほどなと思ったので、僕は、なんか表もないね。例えば、ちっちゃい犬来て、いやーかわいいって言うじゃないですか、女はね。うん、で、男も、いやー、ほんとこの、なんとかなんとかダックスは、かわいいですね、とか言うけど、いや、俺別にあんまかわいいと思えへんし、別に、特に。いや、なんも言えへん。もうこの方が楽やし、まあそっちの好感度というその競技はもう脱落して、そのアンチ好感度のジャンルの方が競技人口少ないし、まあこっちの方がいいなと思ってから、ちょっとお仕事は増えたかなと思いますね。まあだから僕は本当にこうやって東京の仕事とかやらせていただいてるのも家族のため、新喜劇のため、そしてビッグポルの小籔ソニックのためで、別に僕だから世間の人におもろいと思って、いらんというか、おもんないな、嫌いやわと思われてても僕仕事めっちゃあったりし、世間の人からおもろいな、あいつええやつやな、最高の男やな言われてても、僕嫁はんと子供が飯食われへんかった方が嫌なんで、だから世界中の人に嫌われても、僕の家族が飯食えたらいいな、吉本新喜劇が盛り上がれればいいなというふうに思ってますので、そういう覚悟でやってますから、そうめんラーメンさん。あえてきついことを言っているって言ったらそうなのかもわかりませんが、好感度をもらおうとするブレーキはもうだいぶ前に取りました。ブレーキオイルも全部抜いてるんで、僕の心の中のペダルに、ブレーキはほぼないですね。ただまあ闇雲に人を傷つけるとか、そういうのは嫌いなと思うので、まあその押し加減は、アクセルのこの上げ下げはしますが、そういうのはないということでね、ご理解いただけましたでしょうか。すいません。